ちの演奏クールだぜ。ラブリーラブだぜ。この音何かしら。ラブリッチおはよう。うん、いつも朝バイオリンの練習してたからつい起こしちゃって。ソーリー。おお、そんなことないさ。うん、綺麗なバイオリンの音でお目覚めするなんて最高。リアリーありがとう。ラブリーじゃなくてラブリッチ。そうそう、お仕事以外ではラブリッチだからね。サンクス。これからもいろいろ教えてね、デルリン。任せとって。そういえばメロディッチの荷物はいつ届くんだい？荷物？あ、それなんだけど。あ、来た来た。みんないらっしゃい。おはようございます。はよう。わお、みんなグッモーニー。どうしたの？みんなメロディッチの引っ越しのお手伝いしたいって集まってくれたの。うん、はい。まずは何を運べばいいんですか？何でも言ってね。どんどんお手伝いいたします。食べ物なら100人前でも運べるだっき。私も頑張る。引っ越し？だってこれからいろいろ荷物が届くんだよね。ミーの荷物ならお部屋にあるので全部だよ。これだけ？イエス。ずいぶん身軽ですわね。鳥のように身軽なのが一番。軽やかに風のように。バイオリンさえあればノープロブレム。なんかかっこいい。でも旅行ならいいかもしれないけど、これから住むにしては不便かも。そうかな。だったらこんなのはどうでしょうか。引っ越し祝いということで、みんなの家からいろんなものを持ち寄ってくるというのは。そっか、いいかも。名付けてメロディッチのお部屋リフォーム大作戦。やるやる。面白そうだっき。それじゃあ取り掛かりましょう。了解ですね。それじゃあテルリ、私たちも。あれ、二人も行くの？私たちだってみんなに負けてられないもの。やれないもの。みんなサンキュー。ですとサイズが合わないかも。それにメロディッチの趣味じゃないということも。あ、そうですわ。あ、これも美味しそうだっき。どれも食べたくて迷うだっき。メロディッチってどんな本が好きなのかな。そうだ、マーガレットの花子
言葉は真実の愛、赤いチューリップの花言葉は愛の告白。いやー、これだと私がメロディッチに告白してるみたい。普段よく使うものがいいよね、うん、あー、これなんかどうかな。見つかった？きっとメロディッチは充電しなくても大丈夫だと思うよ。やはりここは実用的なものがいいですね。とは言っても、はあ、ダメですね。散らかってて何が何やら。散らかって？あ、そうです。みんな早かったね。もちろんですわ。あれ、けど豆ちは？そういえばきっと選ぶのに時間がかかってるんだっけ。それじゃ豆っちを待ってる間に私から、じゃじゃーん。私はこのぐるぐるした特製ブックエンド、本を片付けるのに使ってね。おう、サンクス、ルルッチ。それなら私は、じゃじゃーん、このドレッサーですわ。おお、ビューティフォー。それは、私はいつもビューティフォーですけれど、だったら僕はいざという時のためのおやつだっけ。サンクス、クチパチ、とっても美味しそう。みんな、大事に食べてもらうんだけど。クチパチ泣いてる。おやつとのお別れが名残惜しいんですわね。私は、お花のプランター。おお、ベリーキュート。これはスイートピー、花言葉は出発。今のメロディーチにぴったりだと思って。そして、私とベルリンからはライトスタンド。おう、That's right。 これで夜でも本を読んだりできるよ。みんな、本当にサンキュー。みなさん、お待たせしました。めっちゃ、もしかして発明品ですの？その通りです。名付けて、全自動勝手にお掃除ロボットマンボです。マンボ？見ててください。マンボウ動き出した。すごい吸引力だっき。さすがマメッチですわ。マメッチって発明が得意だったんだね。 You are great。 いや、それほどでも。なんかまた何かなってきた。本当にすみませんでした。ごめんね、ミーのために。でも見てごらん、壁がなくなったおかげで素敵なワンルームにできるじゃないか。そっか、これならメロディッチといつも一緒にいられるもんね。イエス、その通り。でもメロディッチってどんなことでも明るくなる。
楽しいでしょ。明るくスマイル。だからテルリンのいつもの笑顔に戻ってね。ありがとうメロディッチ。今日はみんなのおかげでとっても楽しかったよ。もっともっとみんなと一緒にいたいな。もっともっと。イエス。みーもそう、みんなとスクールに通ってみたい。大歓迎ですわ。私も賛成。テルリン、たまごっちスクールのことも教えてあげる。っていうことはこれからいつも一緒ですね。僕たちたまたまなんですもんね。おお、たまともってとってもいい言葉ね。たまごっちスクールにたまとも、なんだかとってもワクワクしてきたよ。今日からここは私とテルリンとメロディッチの部屋だね。なんだか楽しそう。これからもよろしくね、ラブリッチ、テルリン。こちらこそ、メロディッチ。らしいし、これは調査する必要が。うん？ What？ あー、ちょっとー！ミーのことをこんなに気にしてくれてるなんて感激。え？よろしくね、ウワサッチ。よろしくだわさ。おはようございて。なんでこんなに盛り上がってんですか？皆さん、おはようございます。もう紹介するまでもありませんね。ご立派です。うっほ、わお、サンキュー、ご立派先生。この問題、わかるかな。はいはい。この問題を解けるなんてすごいです。その時、太陽地は北風っちにこう言いました。音読もすごく綺麗。テルリンより読むの上手かも。えい、美しすぎますわ。すごい。すごいだっち、メロディッチ。メロディッチ、何でも得意なんですね。サンクス。あ、この声は。痛そうでやんす。
大丈夫、ちょっと転んだだけでしょ。ヤマ、もう痛くて歩けないです。これは一大事でちゅ。どうしたらいいでやんすか。ノープロブレム。あ、大丈夫。あなたちゃまはメロディッチちゃま。やっぱりちゃまめっちでしたか。大丈夫ですか。問題ナッシング。ちょっと転んだだけみたいだけど、念のために保健室に連れて行ってあげようかなってね。うん。あ、じゃあ僕案内します。メロディッチ、とってもかっこいいでしょう。うっとりでやんす。誰かと違って優しそうなお姉ちゃんでちゅ。ほら、私だって優しいでしょ。どこがでちゅか。メロディッチって低学年にも溶け込めちゃうんですわね。ほんとだね。ああ、朝から転校生騒ぎで大変だったぜ。え、待て、この騒ぎに乗じて一気にたまごっち星を征服というテーマ。でも俺様の話も聞かずに何読んでんだ。これでやんす。クラシックマガジン、これにメロディッチのことが載ってるでやんす。なにバイオリンの天才少女たまごっちタウンで大人気。本当に素敵だったでやんす。ピポの言う通りでやんす。まさかバイオリンとやらでたまごっち星を征服するつもりか。いかん、いかんな。俺たちの強力なライバル出現か。ホワッツ。竜はうちのクラスの。ああ、はい、スペイシッチと申します。ああ、朝挨拶できなかったので初めましてだね。改めてよろしく。いや、もうこちらこそよろしくお願いしますよ。メロディッチ、どうしたんですか。行きましょう。 OK。 それじゃ、See you again。 See you。 何見とれてんだよ。え、タマカフェで。うん、メロディッチの歓迎会をするからみんな来てねって。ママが。それは楽しみですね。きっとごちそうがいっぱいだっち。クチパッチ、少し遠慮した方が。クチパッチが本気で食べたらお店が潰れちゃいますわ。ひどいだっち。気をつけて帰ってね。それじゃあ行きましょうか。あれ、メロディッチがいないけど。あら、さっきまで一緒だったよ。どこかで迷子になってるのかも。あ、わかる。テルリも最初にスクールに来た日迷子になっちゃったもん。僕、探してきます。あ、待って。もう、どこでしょうか。この骸骨懐かしい。メロディッチ、どこですか。そっちはどう。お腹空いてだっき。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。見つかった。どこにも見当たりませんでした。こっちもですわ。はきっとお腹が空いて先にタマカフェに行ったんだっき。それはないと思うな。そうだっき。どこ行っちゃったんだろう。あれ、この音。こんなところにいたんですね。でもどうして急にバイオリンを弾き始めたんですの。なんかメロディッチ、ちょっとだけ寂しそうに見える。言われてみれば。まさか、あんな元気はつらつなメロディッチですのに。
あのメロディッチ。みんな、ソーリー、もしかして待たせちゃった？どうしたの？あのメロディッチ。私たちたまたまですのよ。何でも相談して。大先輩のテルリンが力になるんだから。 What？ あのねさっきバイオリンを弾いてた時のメロディッチがなんとなく寂しそうだったから、もしかしたら初めての学校で本当は心細かったんじゃないかなって。無理に明るく振る舞わなくていいんですのよ。正直が一番だっちね、メロディッチ。I'm sorry。 ごめんね、みんな本気で心配してくれてるのについ笑っちゃって。あれはね、これからお世話になりますってたまごっちスクールにご挨拶の曲を弾いてたの。たまごっちスクールにですか？ Yes。 今日はサンキューベリーマッチ。明日もまたよろしくね。よろしくね、メロディッチね。そうだったんですか。私たちてっきり勝手な思い込みで恥ずかしすぎますわ。ノーノー、ミーのこと心配してくれて本当に嬉しいよ。それじゃあタマカフェにレッツゴでござるか。もしや豆地には何か重大な秘密が。豆地の秘密を見張るでござる。へえ、たましまろって手作りできるスイーツなんですね。ぜひ作ってみたいです。どんな形にしましょうか。ふわふわ作ろう、たましまろ。絶対見るでござる。君も今日からたまたまです。今日のたまごっちはシスターたまっくす TV の人気シリーズに登場、まめっちヴァンパイアのライバルだよ。